今週も始まりました、ケイコの恋愛セラピー。婚活結婚相談所アクアマーストより、成婚プロデューサー市原ケイコです。さて今日は、はい、毎週成婚が出ているアクアマーストより6ヶ月で成婚された男性さんのケースをご紹介いたします。本当に半年で成婚です。すごいですね。気になりますね。はい、見てみましょう。数字で見る6ヶ月婚活。はい、じゃあどのような感じで6ヶ月だったのか、これ本当のケースですのでね、はい、36歳の男性さん、会員さんですと、33歳の女性さん、おめでとうございます。おめでとうございます。だいたい3歳年下で結構多いケースですね。はい、彼の活動期間は本当にご入会からおめでとうのご成婚までが6ヶ月でした。6ヶ月モデルケースですね。で、その間に、じゃあお見合いは何人したか、8人。8人なんですね。うん、どうですか？なんか、結構少なく感じました。もっといろんな方とお会いするのかなと思ってました。なぜならば、6ヶ月で成婚のうち、もう最後の2ヶ月ぐらいは、真剣交際とかも交際中なので、もうお見合いしないかったんです。そうなんですね。だから実質的には3ヶ月、最初の3ヶ月で8人ぐらいですね。うん、となると、1ヶ月で4人ですから多くないですか？多いです。頑張りましたね、はい。ちょっと次見てみましょう。はい、なので、8人のお見合いの中から、仮交際に入ったのが5人です。はい。つまりは 50% 以上ですから、なかなかいい感じですね、うんうんうん、彼もね。そうですね。はい。そして、実際に成婚した彼女との交際は、なんと5ヶ月だったんですよね。そうなんですね。だから、うん、ご入会されて1ヶ月で出会った方とご成婚という感じです。なんか素敵ですね。素敵ですね。はい。じゃあ次見てみましょう。はい。入会から成婚までのスケジュール。うん。じゃあ、実際はどうだったのかということで、これは、分かりやすいように1月の入会日にしてあります。はい。うん。1月1日に入会した場合ということで考えていきましょう。はい。1月が入会されまして、はい。いろいろ、うち始め早いんですよ。すごい、スタートダッシュなので、もう、ざーっといろんなものを準備して、はい。もう、どんどんお見合いを組んでまいります。うん。なので、はい、次。2月と3月にお見合いダッシュ。もう2月に入ったらすぐにお見合いが開始でした。はい。で、彼は、そうでしたね。1ヶ月でほとんどお見合いを、1、2ヶ月でお見合いをやっちゃいました。だから2月と3月。うん。で、3月は、なのでその8人の中から仮交際に入った5人を、3人に絞っていくための仮交際です。はい、うん。それで、絞れないってこう、いうぐらいいい ご交際がたくさんあったんですよ、彼の場合ね。で、5月になって真剣交際を絞って1人になりまして、はい、そのままプロポーズをされてご成婚大会という感じです。 なるほど、うん、なんか流れがすごく早く感じますね。感じます、はい、ありがとうございます。はい、では早い流れなんですが、一つ一つをしっかりとうちもフォローしていますので、きちんと進むことができました。はい。じゃあ、彼のケースまた進んで見てみますね。うん。入会前のお悩み。うん。彼は、実はまあ、乗り換えさんということで、はい。ね、最初は他の相談、ご相談所さんでご活動だったんです、1年近く。うん。で、まあ、相談所さんにもいろんなケース、いろんなやり方がありますので、はい、うん。まあ、決して悪口とかではないんですが、彼はそこがちょっと合わなかったのかな。入会時にね、1年分の活動費をドンとこう、お支払いになったそうなんですが、はい、成婚料も先払いのとこだったみたいですね。そうなんですね。うん。まあ、そうすると、まあ、その後はね、あんまりこう相談ができなかったみたいで、で、婚活に行き詰まっていらっしゃいまして、うちにお越しになりました。はい。アクアマーストのスタートダッシュ。はい。何度も言いますが、活動初期のスタートダッシュがとても大事です。はい。で、彼のように最初に良いご縁がつかめたら、本当に半年で成婚ができるようになってくるんですね。うん。まあ、もちろんね、ご縁もありますけども、うん、なので、入会の翌月、もう翌々月に8件のお見合いがさっき成立してましたでしょ？はい。ね、そのうち5人と仮交際。うん、
ということで順調に進んだわけです。しかしながら、はい、仮交際のお悩み、うん、何もかもが順調であることはないですよね。そうですね、はいはい、で彼の場合は、はい、ここ書いてあるように、うん、嬉しいことに3人とも交際は順調ですと。で悩みは何だったんでしょう。はい、ここちょっと指してみてください。はい、はい、みんないい人で、デートにも協力的だし、気遣いもできる女の子だから、選べなくて困っていたんです。なんか嬉しい悩みですね。はい。はい、嬉しい悩みです、はい。なので、3人も仮交際をしているんだけど、この子もいいし、この子もいいし、この子もいいなと。それが彼の悩みでした。じゃあどうやって解決したのかなということで。はい。はい、担当が提案した解決策。うん。で、彼の担当だったね、カウンセラーが、じゃあ、もう毎回3人のデートの報告を詳しく入れてくださいと。はい、どういうふうに詳しくかというと、どこに行きましたか、ね、何を話したのか。これ詳しければ詳しいほど我々もアドバイスしやすいんですよ。はい、ね。で、これも大事。その時に、あなたはどう思ったんですか、いいことも悪いことも全部報告を詳細にしてくださいと。はい。うん。で、彼は毎回のご報告を、デートの報告を A ちゃんも B ちゃんも C ちゃんも、うん、詳しく入れてくださいました。はい。はい。そうするとこれができるんです。報告を分析。うん。そこでね、担当が報告を分析したところ、もうどう考えてもですね、うん、A さんのデート報告が長いんですよ。はい、ね、で、B さんも C さんももちろん報告くださるんですが、うん、A さんとのデートの報告は全て長いし、うん、で、全部ポジティブで終わってるんですよ。それとっても大事ですね。大事ですよね。で、自分では気づかなかったんですけども、うん、それって私たち第三者が見ると、どう考えても A ちゃんじゃないですかっていうことで、はい、で、それを指摘するとね、うん、彼も一言、はい、確かにね、自分では気づいてなかったんですが、言われてみれば確かにそうですね。そうですね、うん、そのなんだろう、赤松さんの皆さんがこう、うん、言ってくださることで気づくとこっていっぱいありますね、はい、ありますよね、うん、自分の気持ちの整理ができるので、はい、はい、利用してください。はい、はい、そうなったのでこうなりました。はい、 A さんと真剣交際へ。うんね、担当さんに言われて自分の気持ちに気がつきました、うん、本当は分かってたんだけど、でもね、自分の判断に自信が持てないということもありますよね。これありませんかね。うん、なので的確な時期に背中を押してもらえて助かりましたと、はい、おっしゃってくださってます。でも本当に先ほどの、うん、どこに行ったの、何を話したの、うん、その時どう思ったのかって、こう、ちゃんとアドバイスをしてくださるのは、とても嬉しいですよね。はい。ということでね、私たち一番大事にしているのが、会員さんとのコミュニケーションです。はい。これが最後のまとめのポイントです。ご縁はタイミングが大事。うん。会員さんがね、大事な決断をするのは、ご自身なんですよ。ここにも書いてある通り。はい。自分で、そう、大事な決断を自分でするのをお手伝いするのが私たちアクアマースとの仕事なんですね。で、タイミングを逃してしまうと、うん、ご縁に至るはずのところがご縁に至らなくなっちゃいますよね。はい、タイミングはとても大事。今、プロポーズだっていう時がやっぱりありますので、はい、必要な時に必要なアドバイスをする。うん、正確に交際状況を私どもも把握してアドバイスができるように気をつけております。はい、はい、いかがでしたでしょうか。はい、なのでこういろんな情報報告を、はい、もう相談所さんに伝えるっていうのが大事ですね。はい、していただければと思います。はい、はい、これからも毎週たくさんの成功を出していきたいと思います。それではけいこの恋愛セラピー、お気軽にお問い合わせください。